こんにちは、魚内奈央です。最近二十歳になりました。ブレイクダンスやってます。よろしくお願いします。お願いします。では早速、そもそもアンダーマってご存知でしたか？知らなかったです。何がきっかけで？ドームのパーティーに呼ばれて踊ったのがきっかけです。そこで初めてアンダーマを着てくれた。そこから着続けてくださってる理由を教えていただきたいです。機能性が良くて生地がいい。全体的にサラサラしてる。すべすべ。肌が弱いから汗かいた時とかにこう蒸れちゃったりして痒くなっちゃったりするけど、それがあんまないなって。いろいろ着てもらってる中で今一番おすすめしたいアイテムは何でしょうか？じゃん、靴。一番踊る時に大事にしてるのが靴で、で大丈夫かなとか思ってたけど意外といける。どんなところがいいですか？この靴はホバーって言うんですけど、そこがなんかこうトランポリンみたいに跳ねるような感じがある。あとここが柔らかい。曲げるのもできる。曲げるの結構重要ですか？靴つくことが多いから、ここが曲がらないと足が痛くなったりします。そこはつぼつぼがついててしっかり踏み込める。ちゃんと止まってくれて、ここがちゃんと滑るから、うん、フロアに入った時とかにやりやすい。なるほどね。今年はこの靴を履いていろんなバトルに出